ブールバッハは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、アルンスベルク行政管区の人間ビトゲンシュタイン軍の町村である。ブールバッハの地区、交通図、ブールバッハは、ベスターバルトの北東のシミアクトロタール山地の南東部との間、ジーガーラントに位置している。ジーク側に、東から流れ込むシリューヘラー川の谷、平山の西に位置している。ブールバッハは、 ベストファーレン最南端の町である。この町に属す山には、例えば以下のものがある、ブールバッハは、オーバーフライエングルントノと、ヒッケングルントノからなる。紀元前500年から、紀元前400年頃、ケルトゲルマン人が鉄鉱石を発見し、最初の溶鉱炉を作り、ブルクベルクに避難城塞を建設した。700年頃から、フランク人の入植が行われた。 この地域の最初の文献記録は11世紀にまで遡る。1048年4月28日付の文書に、ブールバッハ及びノインキルヒエン地域がプレディアムビローラムリバーオラムとして記述されている。11世紀に教会が建設され、1219年にブールバッハという名前が初めて記録された。1367年、ブールバッハ中心部のレーマーにあった。 シュノレンブルク城が破壊された。ナッサウ家ザイン家による共同主権体制が進んだ。ブールバッハで最初に記録が残るナッサウのフォークタイが1467年のゲルハルトブッキングである。ナッサウ家ザイン家は1478年にブールバッハに共同の裁判所を設けたが常に論争が絶えなかった。1530年に ブールバッハ教区がルターハに転じ1558年にビルヘルムフォン・オラニアはギンスベルクの野原に兵を集めた。1584年にブールバッハ教区は改革派に転じた。1607年、それまでハイガー裁判区に属していたヒッケングルントがブールバッハ大管区に編入された。30年戦争ではブールバッハ大管区は ディレンブルクのの防衛拡充の労働力を提供しなななければならなかった。1743年から1806年までナッサウ政府はデンハーグのオラニエ宮廷を介してディレンブルクの行政を司っていた。1758年7月4日、ブールバッハの大火で160棟以上の建物が怪人に介したが古い大管区は存続された。1760年、 数多くの家族がアメリカに移住していった。老朽化した教会堂が1774年に取り壊された。2年後に礼拝が再開されたが、教会はまだ完成していなかった。1780年に新しい教会に新しいオルガンが設置された。1799年フライヤー・グルントの結婚によって共同主権体制が解消された。同じ年の7月3日。 火災により、ブールバッハの21軒の家屋と、その付属農場が消失した。1806年、他のジーガーラントが、ベルク大公国領となったにもかかわらず、フライアーグルントとヒッケングルントは、ナッサウ領となった。ナポレオン時代後のヨーロッパの新秩序構築を目指したウィーン会議の結果、1816年10月26日に、 ブールバッハ地域はプロイセンによって占領された。1年後、ブールバッハはジーガーラントの一部としてプロイセン領となり、はじめはコブレンツからの統治を受けた。1817年にベストファーレンウーチにジーゲンが形成された。1844年には30年前に設けられた行政単位ドレッセルンドルフノインキルヒエン。 ブールバッハからアムトブールバッハが新設された。1848年に、区裁判所と現在の病院が、イエーガー通りに建設された。1860年、現在の連邦道、B277 号線が建設された。1861年1月12日鉄道、ブールバッハディレンブルク線が、同年7月1日に、鉄道ベッツドルフ・ブールバッハ線が開通した。 1876年に、ブールバッハ消防団が結成された。1905年、送電網がブールバッハに達した。同年、現在の町役場の使用が開始された。この町最大の鉱山であった、ベータースコーが1907年に採掘を停止した。第二次世界大戦中、1944年に空爆を受け、1945年3月29日に、 アメリカ軍に占領された。1969年1月1日のジーゲン軍の新設に関する法律、第2法に基づくジーガーラントの地域再編により、それまで独立した町村として、アムトブールバッハに属していたブールバッハ、ギルスバッハ、ホルツハウゼン、リッペ、リュッツェルニーダードレッセルンドルフ、オーバードレッセルンドルフ、バールバッハ、 ユルゲンドルフが合併して新たな自治体、ブールバッハが形成された。1976年に、クサイ版書が廃止された。1982年に、ブールバッハで最も古い木組建築であった、旧大館所が修復された。1983年から1989年まで、大館所の90分の1税倉庫に、博物館。 ブールバッハの生活と労働が設けられていた。1986年にブールバッハ町民館が完成した。17世紀に建設されたヘルビヒティが1994年に郷土教会アルテ国体によって購入された。この建物は保護文化財として修復された。1999年、ブールバッハの中心部の北側にあるライムカウテを通る バイパス道路が建設された。ブールバッハ創設以後の公式な町の人口を以下に示す。ブールバッハの町議会は32議席からなる。町長はクリストフ・エベースである。彼は2003年に町長に選出され、2009年と2014年に再選された。ブールバッハの上り紋章この町は1970年7月20日に、 アルンスベルク行政官区長官の文書によって、紋章と旗の使用権を授与された。図柄、左右に分割。向かって、左は、青地に6枚の小四角形が散りばめられており、直立した赤い爪と下で威嚇する金の獅子が描かれている。向かって、右は、金字で、中上にまっすぐ一列に接するように配置された三つの黒いひし形。獅子は、 ナッサウジー言効果を示している。三つの筆形は中世にこの町域を管理したゼールバッハ家の紋章に由来する。上り上りの図柄、長辺に沿って銀字と青字にに分割。上半分に町の紋章が描かれている。公式な姉妹自治体協定が締結されたのは2007年からで、あるが、すでに1995年から両自治体は友好関係にあった。 ブールバッハ駅長域の北東をアウトバーンに A45 号線が通っている。さらに、長域の東で連邦道 B54 号線と接続している。連邦道は G ンからリムブルク、アンデアラーニへ通っている。この町はベッツドルフからハイガーへ向かうヘラータール鉄道によって、ドイツ鉄道 AG の交通網に直接結びついている。ハイガーでは G 原及び G 線。 フランクフルトアムマイン域に、ベッツドルフではジーゲン及びケルン域に接続する。ベッツドルフ、ハイガー線沿いの駅は、ヘッセン州立鉄道によって、旅客運行がなされている。貨物運行は、ジーゲン・ビトゲンシュタイン群立鉄道によって、運営されている。近隣市町村とを結ぶバスの運行は、ルールジーゲンバス交通を運営する、ベストファーレン南交通会社によってなされている。 中心となる乗り換え点は、ブールバッハポスト停留所である。この停留所は、ブールバッハ駅に接続する。ここでは、ドイツ鉄道の子会社が、ヘラータール鉄道 GMBH と共同で、交通、情報案内所を運営している。ブールバッハ町民バスは2007年から運行している。町域の南部に、ジーガーラント空港がある。この文献は、翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。